おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、こちらピックアップニュースカウトについてね、話をしていければと思います。いやお前遅えよって方いるかもしれませんが、そうですね、皆さんお気づきの通り優先度がめちゃくちゃ低いです。こちらのねピックアップニュースカウト、早速中見ていきましょう。との前にこの3選手なんですけど、メルテンス、エルシャラビ、トモリなんですが、ちなみにねこの星5確定スカウトチケットのラインナップにもうすでに追加されています。なのでどうしても欲しいっていう方はですね、こっち引くのも全然ありだと思います。特にですね、ナポリーずっと応援してた方なんてね、もうとりあえずメルテンス欲しいって方多いと思いますし、その選手がねナポリじゃなくてイタリアリーグスターズっていうよくわからんので来るのはちょっと悔しいかもしれませんが、ローマとかはね、エルシャラビすごく、私もねエルシャラビ好きな選手でしたし、あとフィカヤトモリもね本当にいい選手揃ってますので、欲しい方はぜひ取っていただけたらと思います。ということで早速ガチャの内容に入っていきますが、今回のこのガチャですね、なんと新選手3名だけです。メルテンス、エルシャラビ、トモリだけです。一応ですね、ステップ1で 2400GB、ステップ2で 2700GB で1名確定、釣り子は徐々に GB 増えていきますが、毎回新星後1名確定ということで、比較的集めやすいっちゃ集めやすいんですが、よっぽどねメルテンス、エルシャラビ、トモリにこだわりがないのであれば、わざわざ GB 使ってこのガチャを引くっていうのは正直ナンセンスかなと思います。しょうがないっちゃしょうがないんですが、好きな選手がいればいいんですけど、そうじゃないのであればちょっとっていうガチャですかね。で特にこの今回の3選手なんですが、トモリもエルシャラビもメルテンスも一応このイタリアリーグスターズっていうね、チームで来てはいるんですが、イタリアリーグスターズってとりあえずフォーメーションコンボ組む難易度が高いのがオフェンシブミルフィルダーの司令塔とトリックスターなんですよ。で今回残念ながら司令塔もトリックスターもいないんですね。ここが例えば総合値が低くてもね、司令塔かトリックスターが来ているのであれば、一つね引くきっかけですとか引いてもいいかなと思いますが、ちょっと今回そういうのがないのでね、イタリアリーグスターズのフォーメーションコンボ発動させるためっていう目的でも引けないっていうところはちょっとお気をつけください。一応ねテクニコアルトゥールみたいな貴重なプレスターの選手もいますが、今回は新選手に焦点当てて話していきましょう。まずはドリース・メルテンスですね。総合値10772のセンターフォワード、フィニッシャーの選手、ベルギーのゴールゲッターになります。特徴ゴールハンター、シュート、ドリブル、タイアップとフィジカル、パワー、スピード、チューアップですね。悪くはないですかね、悪くはないかなと思います。でただスキルがランアップシュートでシュードリ特大アップということで、A ランクの高速ドリブルなので、正直ねランアップシュート本当にレア度がない、ないっていう言い方したらあれですけれども、全然レアな、スキルではないので、ちょっとここはメルテンス、ちょっと若干残念なところかと思います。はい、能力は悪くないんですけどね、シュート AB でトラップ B、 スピード AB、ドリブル全くできませんが、フィニッシャーとしてはね、彼フィニッシャーなので十分な数値かなと思います。むしろきちんと競り合えてキーパーでトラップあるので悪くないのかなと個人的には思います。イブラがすごい強かったので、イブラが強かったことを考えるとドリブルできなくても弱いって発想ではないかなと思います。ジェラードとかもすごい強かったしね。お次がステファン・エルシャーラビーですね。カウンターレフトミドフィルダーのイタリアリーグスターズの選手になります。イタリアリーグスターズって言いましたが、イタリア国籍のイタリアリーグスターズの選手っていうことですね。プレースタイルアタッカーです。特徴がまず勝負師、パス取り、ダイアップ、ドリブル職人です。スキルリクパレードドリブル、こちらはそんなに希少なスキルではありませんが、 A ランクのアグレッシブトラップ持ってます。弱くはないですね、決して、むしろ強いと思います。 A ランクだろうとなんだろうと、トラップスキルでスタミナ削れるっていうだけで十分強いので、ここに関してはエルシャラビ魅力的かなと思います。ただ1点注意点としては、やはり S ランクではなく A ランクなので、
本当に SWCC で勝ち進みたいって思った時に、まあ、その一瞬の穴埋めでこのアグレッシブトラップを他の選手に、まあ、一色するっていう選択肢は全然なしではない、むしろありだとは思いますが、それで本当にずっと長くやっていこうと思うと正直厳しいのかなというのは、ありますかね。もしも本当にアグトラ移植したいんだったら、とりあえず優先度高い選手に A ランクつけてもいいですが、 S ランクのプリズマティックだとか、あとマーベラスみたいなものが手に入った時は A ランクがついているからって過信せずにきちんと付け替えてあげることが大切かなと思います。でドリブル AB、 シュート B、 トラップ AB、 パス B、 キープ C の選手ですね、まあ、そこじゃこちらも17,71です。一応パス取りアップしててドリブル能力高いので悪くはありませんが、まあ、ちょっとムヒタリアンと被るよね。でムヒタリアンの方がねゴールハンターと超回復なので個人的には好きなんですよね。スキルもセブアドリブルで、リクパレートよりも個人的にはこっちの方が好きですかね。まあ、好み分かれるかもしれませんが、同じカウンターのレフトミドフィルダーの選手なので、まあ、ローマで使うのかイタリアリーグスターズで使うのかという差はありますが、当然差はありますが、まあ、無料ガチャの中でもねレフトミドフィルダー、特にムヒタリアンもねプレスタルアタッカーということで、ここでねエルシャラビがどうこうなんていうのかな取るべきだとか価値が高いって判断には正直ならないのかなと思います。最後がフィカヨトモリですね。18,000の総合値、イタリアリーグスターズのイングランドのセンターバックになります。プレスタイルディフェンスリーダーですね。今回の中ではトモリ本当に当たりだと思います。一番ダントツの当たりです。まず鎮圧タックルマークダイアップも強いですし、センターバックで超回復あるのもすごく優秀ですね。センターバックの選手はですねスタミナ尽きるけれど回復できないだとか、交代する選手として基本的にあまり選ばれない、皆さん前線交代することが多いと思うので、まあ、そんな中でですねトモリに関しては、超回復ということでフルで出場させられるというところがかなり強みかなと思います。でスキルでリペアタックル持ってるんですけど、ここがねトモリを最強にしているというか今回の中の大目玉にしている理由の一つですね。このリペアタックルっていうタックルが本当に強くてですね、フォワード選手全員のスタミナ中ダウン、味方ディフェンス選手全員のスタミナ小回復、自身のタックル特大アップということでかなり強力です。かなり強力。貫突することでねこれが2個になると考えると正直トモリは本当にいい選手なんじゃないかなと思います。ちょっと今回いろんな選手いますがトモリ1つだけね、1人だけね頭抜けてるかなってぐらい強いですね。ズーマも悪くないですが、とりあえずこのねリペアタックルが強すぎます。まあ元々のタックル能力が高くないとそのドリブル下げるとかっていうわけではないので取りきれない問題は生じるかもしれませんが、それでもスタミナ中削れるのでかつディフェンスのスタミナ小回復ということでね、いろんな選手につけることで無限にディフェンダー陣走れるようになります。でじゃあ中アップってどれぐらい数値として大きいのって話なんですが、プリズマティックトラップとかのディフェンダーのスタミナ削る量と同じですね。マーベラストラップもそうですが、ここら辺の本当に最高の、SWCC でもね上位陣の方皆さん当然のようにつけているスタミナ中ダウンスキル、これと同様の削り具合ができるということで、ここに関してはね、まあ、しかもそれがなんていうのかな、パスカットとかではなく比較的発動しやすいタックルスキルなので、トモリに関しては本当に大当たりのうちの一人なんじゃないかなと思います。まあ、この3人しか新選手いないんですが、それでもねさっき言ったように例えばアルトゥールみたいな OMF のテクニコ、要するにロナウジーニョ引いてなかった方はアルトゥールを引けばですね4周年が組めるようになるわけですよ。まあ、総合値調整用にアルトゥールを取って後半からロナウジーニョを入れるっていう選択肢も当然ありだと思ってますし、アルトゥールに関してはすごくレアです。こういう選手も一応ねサブにいます。あとはアランですかね。アランは賛否両論あるかもしれませんが、私個人的には本当に最高の DMF の一人だと思ってます。総合値の割にね総合値低いですが、デモリッシュタックルも強いですし、ジングマークも強いですし、フィジカルスター、パワースピードダイアップと鎮圧タックルマークダイアップもかなり嬉しいですよね。パスカット割り切っちゃうとすごく優秀な選手だと思います。あとはもうあれかな、これは私のちょっと私欲が入るかもしれませんが、デイリープリントもねすごく優秀な選手です。超回復あるので選手交代いらないですし、フルで戦えて攻守に活躍できる選手になってます。一応ねこのガチャに関しては9月の8日まで来ているのかな、おそらくねほとんどの方は引かないかなとは思いますが、もしもどうしても欲しいよっていう方はチケットで引きましょう。でチケットで出てこなかったらすっぱり諦めるのがいいと思います。
もしも今どうしてもガチャ引きたいんだったら、普通にこのランパードのガチャ、ロベカルのガチャ引いてもらった方が絶対にチーム強くなりますので、そこだけはね、お気をつけいただければということで、今回の動画ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。